今後のスケジュールをいくつか選んで見てみたんですが、やはり最大の直近で大きな課題は日韓のGSOMIAの執行、そして先ほどから議論したいろんな案は、まあ、この差し押さえ資産の現金がこうなると日韓がもう致命的に悪くなるんじゃないかと言われていて、これに真似合わせようという動きであるんじゃないかと思います。ぜひこれ松川さんお聞きしたかったんですが、松川さんどうご覧になりますか、日韓のGSOMIA執行、これ人によってはですね、もしかしたら韓国がそのやはりこれはアメリカも言ってるし延長するという動きに出るんじゃないかと、まあ、あれにしてもいろいろ韓国の人もそのGSOMIA必要だと言い始めていると、どうご覧になりますか。可能性はあると思うんですよ。あると思いますか。まあ、あのGSOMIAの執行はというかこの延長しないという決定はあり手に言うと韓国にとっての自傷行為なんですよね。まあ、だからそれはあのでしかもあの 日韓というよりも もはや米韓の問題だというふうに、うん、見ているし、アメリカはそう見ているし、あの実際ステルウェルだって言って、うん、韓国自身もこれアメリカとの関係がステークに あるんだということは理解しているわけですよね。でそうするとしかも日本がじゃ あの韓国が言ってるようにじゃあ運輸管理見直しに応じるかってそれは多分ない全くないので、うん、そうすると結局何らかの理由をつけて、なんかの理由をつけてほいっとこのやっぱり延長しますっていうことにしないと負う負担は結構大きいと思うんですよ。どんな理由が考えられると思われますか。例えばアメリカから日米韓の連携が非常に大事だということを言われて、そのこれからまあ、日本 のためではないけれども、やはりその、まあ、何でもいいですよとか、最近イナギョン首相も行って安倍総理とも会って、文大統領と安倍総理も会われて、少しこれから日韓の抱える、まあ、徴用工も含めていろんな問題を解決しようという機運が出ていることに鑑みとかですね、そんなのいくらでも理由はつけられると思うんですけど、例えば半年より1年保留みたいな期限付きってこともあり得ますか。何でもできますよね、それはね、いかようにも。とにかくこの日を乗り切ればいい、とりあえず乗り切って延長1回してしまえばと、うん、何らかのメンツの保てるような理屈を見つけてきて延長するってことありえると思うんですよ。ノムヒョン政権の時もあれだけ戦時統政権のなんか話を変換するんだなって言ってですね、でもやっぱりアメリカから本当にいいよねって言われて、最後はまあいろいろあったけど、いろんな方針をそのノムヒョン大統領現実面で転換したこともあったし、私は彼の側近だったムンジェインさんもまあ、理想主義に走ってはいますけど、最後アメリカのことに関してすごいリスクを取るっていうことまでやらないんじゃないかなとちょっと思いますけど、奥野さんどう判断されますか。基本的に同じですね、はいはい、パク・クネさんの時もですね、慰安婦問題を日本側がクリアしないと首脳会談もしないって言ってたのが、態度を変えるきっかけは日韓関係を強硬で突っ走ると米韓関係を その害するとそこだったんですかいうことになって、もう態度を変えて慰安婦合意へと向かうわけですね。なるほど。ただ私は言いたいのは、日本側もですね、このGSOMIAの問題というのは単に北朝鮮をめぐる情報の共有だけじゃなくて、うん、韓国が日米から離れていくのは基本的に止めるべきだと思いますね、うんうん、やはりそのこう韓国が中ロと日米の間でなんかこう一周ごとにですね距離を取りながら結果的に朝鮮半島の平和を守りたいみたいな構想を彼ら持ってますので、うんうん、そういう方向に行くっていうのは中国の影響力が増すことになりますから、日本はやはり韓国が離れていかないように安全保障についてはやるべきだと思います、うん、なるほど。基本的には一緒なんですけども、うん、やはりその、まあ、もちろんそういう撤回をする可能性というのはあると思います、はい、でそれとあとその日米韓なんですね、アメリカが真ん中に入っているというのはこれは1965年の日韓国交正常化からずっとこうそうなんですよ、うん、ですから今65年体制を守りたい、守らなければならないと日本側が言っている中で、うん、こう日米韓という枠組みを使ってGSOMIAというのを蓋をするというのはかなり意味があると思います。なるほど、はい。